ようございます。寒い。しょ、はい、おはようございます。あ、ボンさんおはようございます。ちょっと遅刻気味になってしまいましたんで、また準備から言い訳のような放送をさせていただきます。あ、元気ですよ。はい、元気というかちょっと朝ね、いろいろありまして、ちょっと元気はいつもよりもないかな。はい、こんな形で、あ、これちょっと皆さん、これうちのロゴ、大木新市講演会のロゴなんですけれども、これがもう結構もうずっと、もう当初からこれ上り立てた当初からやってるんですけれども、戦艦にね、一応これはロゴマークなんでっていう形で、言ったんですけど、やっぱりこう他の人がやってないのでダメってことで、これじゃあガムテープでじゃあしましょうみたいな形で、やってるんで、ちょっとこれ見栄えは良くないんですけれども、でこれ後に、剥がせる時があればいいなと思っておりますですね。国分寺の戦艦は非常に厳しい形。はい、じゃあちょっとまた準備をしながらやりますので、あ、もうねスマホのギガは、全てリセットされ、あら、コンティニューコインはもう本当にありがたいですね。はい、じゃあちょっと準備始めますんで、適当にご覧になっていて、あ、これどうしよう、ここだと当主のあれがつけらんないんだね。あれ、あ、いいのか、これここに貼ればいいのか、ん、ここにつけてたでしょ。あ、こっち側から取るとあれなんだ、じゃあこう取ろうかな、今日は。こう、こちらに持ってて、今日はちょっと上りは映んないですけど、こう取ってみようかな。上り邪魔かな。あんまこう場所広げらんないですけどね。ちょっとすいません、もう一個の上りももう全く映んないと思いますけど、ちゃんと立ててますんで、ご許しください。この後ここで街頭演説させていただきます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。
終わったら配ろうかなと思ってます。で、配り残ったら、ポスティングですね。いや、こっち側の方がいいな。なんかちょっとやりづらいけど、まあまあまあ、こっちにします。やっぱこちらにします。なんとなくなんか邪魔になっちゃってるみたいな。やっぱね、私たちは柴北だとか、あのハロウィンの湧いてる、路上の同志たちとは違って、やっぱり歩行者最優先で考える活動をしたいので、邪魔にならない。金色にこだわってるんですよね。金色のネクタイを2本持ってまして、それを使い回ししております。やはり百式は金色ですからね。はい、でちょっとまた前立つんで、あ、皆さんどうもありがとうございます。前立ちますんでお願いします。カメラ位置を、この後、この場所をお借りしまして、街頭演説をさせていただこうと思います。どうかよろしくお願いします。おはようございます。いらっしゃいませ。はい、カメラ位置どうでしたか？そうですね、ちょっと病んでますね。カメラ位置の、OK が出たら、はい、もう初見さんいらっしゃったらぜひこんな形で、顔見えない。じゃあちょっと上、ね、でももう空になってきちゃうけど、こんな感じでいいですか？もうこれでいいんじゃないですかね。ありがとうございます。日本大使堂と申します。あ、すげえ、これが引っかかっちゃって上向いちゃった。当時のポスターが暴れてしまいました。まあちょっといっかも。あ、トントンさんどうもお疲れ様です。いいよね、もうね、いいんじゃん、もうこれでやりますよ、時間なんで。はい、映ってなかったらなんか申し訳ないんですけど、はい、国分寺駅ご利用の皆様おはようございます。こちら日本大使堂と申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。この後この場所をお借りしまして、30分ほど、拙いお話で恐縮ですけれども、ご挨拶させていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりのまだ新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で 114,171 票を獲得いたしました桜井誠が務めている保守政党でございます。どうか今日は党の名前だけでも知っていただきたいと思いまして、私国分寺市在住党員の大木がこの場所を30分ほどお借りしまして、朝のご挨拶をさせていただいております。朝のお忙しいところ お忙しい時間、マイクのどるさくて大変に申し訳ございませんが、どうかご了承くださいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。
こちら日本第一党と申します。おはようございます。国分寺駅ご利用の皆様、おはようございます。いってらっしゃいませ。こちら日本第一党と申します。おはようございます。日本第一党という、名前、ほとんどの方が、ご存知じゃないと思うんですけれども、中にはネットにたけてる方は、知ってる方いるかもしれません。よくよくね、うち、ネットニュースなんかで話題になるんですね。いつも大体、批判的なことなんですけれども、ヤフーニュースとかで、あとは、なんだっけ、神奈川新聞とか、そういうところでこう話題になる、日本第一党です。ただ我々、いつも外国人に対する、政策を掲げておりますので、それに特化した、批判的な声、結構浴びせられますけれども、実はそうじゃないんだよってことを、こういった形で街中、街頭で立たせていただき、訴えております。お時間ないと思います。ただ今日のこのお話の動画は、後ほど YouTube にもアップいたしますので、日本第一党という名前で、ぜひ検索していただき、またご覧になっていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。さて、いつも冒頭道徳的なお話をさせていただいております。私がいつも訴えているお話、さまざまなことあるんですけれども、歩きスマホ、これについていつも考えていることあるんですね。すでに歩きスマホ、アメリカの、確かハワイだったと思います。そこでは、歩きスマホには、罰金刑が処されている、刑罰ですね、刑罰が処されている、そういう動きもあるんですね。なんでそんなに危ないのか、その、システム、仕組みですね。まず歩きスマホをやっている、こうやって、スマホを操作しながら、歩いている、もしくは自転車に乗っている、そういう方、よくよく見かけます。歩きスマホをやっているときは視界、通常の視界が 100% だとしましたら、そのうちのなんと8割を捨て去って、残りの 20% のみに頼って歩いている、こういう事実が、数字で出てきております。さらにですね、その残りの2割しかない状況でプラスイヤホンをつけたり、外界との遮断、そういう状況、そういう、状態で、例えばこの目の前の横断歩道を渡る、いかに危険なことか、皆さんは簡単に考えるだけでお分かりになられると思うんですね。あとは駅のホームとかですね、駅のホームで、歩きスマホをして、さらに耳にイヤホンを突っ込んで、それで、ホームのギリギリのところを歩かれている、電車が来ること、それはさすがに耳から入ってくると思うんですけど、素晴らしいですね。なんかいいご挨拶をされている方がいらっしゃいます。耳が入ってくると思うんですけど、やはり視界が、スマホを操作することによって遮られている、そういう状況、事故も多発しております。線路へのこの落下事故、そういうのも出ておりますよね。ほんとたった一つなんですよ。スマホを操作するときは止まって、壁側に、ピタッと静止して安全な場所で操作する、それだけすれば全てのこの歩きスマホに関する事故って防げるんですね。だからアメリカのようにスマホに、歩きスマホに刑罰を加える、そこまでしなくても日本人の民度でこれは、改善できるはずなんです。だったらみんなでやりませんか。スマホ、歩きスマホ、どうしても分かります。スマートフォンというのは、携帯電話の進化型ではなく、パソコンの小型進化版です。パソコン、小さな超小型パソコンの中に、通話というアプリが入っている、そういう、端末だと思ってください。だから便利なんですよね。なんか分かんないことがあればすぐ調べられる。それを考えると歩きながらパソコンできないですよね。それと同じなんです。ぜひ歩きスマホをこの、
国分寺から歩きスマホを完全になくしていこう、そういう動きを広めていきたいと思っております。そして、この道徳的なことばかりではないんですね。歩きスマホ、これを狙ったある種の今犯罪も横行しております。何だと思いますでしょうか。当たり屋です。歩きスマホをしている方をめがけてぶつかっていく。そしてどこ見て歩いてんだって慰謝料を請求する。そういうような事件、事故、犯罪起こってるんですね。車への当たり屋よく聞きますよね。よく車が走ってるところ目の前に出てきてぶつかって、それで交通事故だって言って慰謝料を請求する。あの場合は車にぶつかるんですから、こちらも相当な、当たる側も相当な覚悟が必要なんですね。骨折、怪我、当然ですよね。相手車、鉄の塊ですからね。ただ歩きスマホをしている方、これにぶつかってもこちら犯人側、犯罪をその当たり屋側にはノーリスクなんですよ。だからやりやすい、そういうので出ております。歩きスマホ、これは今、ターゲットになっているということを一人一人が再自覚認識していただいて、歩きスマホやめよう、ながらスマホはやめよう、こういう動き、発信、これを繰り返していこうと思います。皆様もぜひご協力いただければ幸いです。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりのまだまだ新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で114,171票を獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。今日はこの場所を紹介しまして、私国分寺市在住党員の大木が朝のご挨拶をさせていただいております。どうか、この透明だけでも、日本第一党という透明だけでも知っていただければ幸いでございます。おはようございます。国分寺駅ご利用の皆様、おはようございます。いってらっしゃいませ。寒いですね、今日はね。さて、あと、私、日本第一党の党員であるとともに、この青いのぼりご覧いただければと思うんですけれども、私の大木紳士講演会というものを立ち上げまして、一つの目標に向かって今、行動しております。それはこの国分寺市、私はもう生まれも育ちも国分寺なんでずっと長いんですけれども、この国分寺市もう便利になりました。もうこの駅も見てみてください、立派な複合都市、複合施設、駅複合施設になりましたよね。そして北口再開発ももうこの通りすごく進んでおります。こうやって国分寺が、もうただの夜帰って寝るだけの街からベッドタウンへと、ベッドタウンから、繁華街へと進化しております。こういった環境、人がより集まりうる環境、何でも揃う便利な国分寺、それに、今突き進んでおります。さあ、話変わるんですけど、ちょっと前までは国分寺にはボーリング場なんかもあったんですよ。今なくなっちゃいましたけどね。またそういうのもできてくれると嬉しいなと思いますけれども、話戻りまして、この何でも揃ってる国分寺に一つ足りないものがある。これ皆様お分かりになりますでしょうか。決定的なものがないです。繁華街化するにあたってなければならないものが欠損してる状態なんです。この青いのぼりの、書いてある通りなんです。国分寺には未だ60年以上も独立した警察署、これがないんですね。この状況がずっと続いております。これ皆さんどう思いますでしょうか。当然、じゃあ国分寺は犯罪が起きても誰も守ってくれないの、そんなわけないです。60年以上お隣の小金井市、小金井警察署に管轄していただいて、言い換えますと小金井市に守ってもらってる、そういう状況、そういう状態が続いてるんですね。隣に警察力、実力、これを丸投げして
自分の町、自分の自治体だけどんどん繁華街化を進めていく、こんな恥ずかしいことはあってはいけないんです。やはり自分の町にしっかりとした独立した、警察署、自治力、警察力ですね、治安力、これを持った上での繁華街化推進、こうしないと整合性立たないですよね。だって、なんでかというと隣の小金井市も同じなんですね。同じように駅前繁華街化が進んでるんです。警察署、これはただ、箱物を建てて終わり、そうじゃないんですね。警察署が建つっていうことはそこを埋めうる人員増強されます。さらに機材、パトカーの台数も増えますよね、当然ですから。今小金井警察署にあるものを割る2にして使っている状況なんで、独立したものがあれば増えるわけです。だから、皆様も国分寺に住まれている方はお気づきだと思うんですけれども、パトカー頻繁に走ってますか？他の自治体行くとこんなことないですよ。パトロールする、人員、機材すらも今足りてない状態なんですね。だから国分寺ってパトカーそんなに、パトロールカー通ってないんですね。これなんとかしないと、このまま繁華街化が進んでいけば治安、これは悪化します。これはしょうがないことなんですね。いくら民度の高い日本人がいたとしても、やはり知らない人同士が出会う街、繁華街になってくれば治安というものは必然的に乱れてしまうんです。そうなる前にしっかりとした警察力、自治力、自分の街でもって対応できる骨組み作っていかないとまずいと思います。仮に、こうやって街ができていく、そこで犯罪が起こる、喧嘩が起きます。そうした時に110番しますよね。で、駆けつけてくれるのはお隣の小金井警察署のパトカーが駆けつけてくれるんですよ。こんな恥ずかしいことあってはならないです。もうこれだけでっかい街になりました。人口も12万6000人、どんどんこれからもう少し増えていくでしょう。もっともっと増えていくでしょう。そうなる前に安心安全の担保として警察署、これを有事しよう、この活動をしております。ただですね、いくら一人の人間が警察署、あそこ欲しいんでお願いしますって直談判しに行ったって、そんなこと聞いてくれるわけないんですね。予算もかかることです。だから皆さんにお願いしてるんです。署名、これが必要になります。12万6千人住んでるってことは、その、最低でも2割ほど、2万4千人ほどのご署名、これが必須条件となります。国分寺警察署なんかできちゃったら困るんだよ、そういう方ばかりじゃないですよね。ほとんどの方、 99% 以上の方は警察署ができても困らないはずなんですね。ぜひ、ご署名の協力、警察署できてもいいよ、警察署作った方がやっぱいいよ、安心だよね、そういう方はご署名の協力をお願いします。私、街頭に立つ際は必ずこの名簿を持ってきております。今日もここに置いておきます。ぜひ声かけてください。ちょっと勇気が必要です。やっぱり署名っていうのは自分から率先して、署名するっていうのはなかなか恥ずかしい、日本人でそうですよね。そういうところがあります。だけどこのちょっとも勇気を出して声かけていただければ、僕マイクなんかもいつでも置きます。この演説なんかもすぐやめますので、ぜひ、ご協力の方をお願いします。それでもちょっとやっぱり、街頭だと署名 しにくいな、そういう方は、ネットで、チェンジ署名というサイトございますよね。そこでネット署名も、それも設けております。国分寺に警察署を誘致しよう、このワードで検索していただければすぐに見つかると思いますので、そちらの方でも構いません。一人一人の、力強いご署名、協力必要でございます。この署名の対象者、国分寺市民になります。国分寺市の市民の定義っていうのがありまして、国分寺に住む住人、そして国分寺で働く人、そして
国分寺で行動する人、行動し何か活動をしようとする人、つまり国分寺ここに行ったことある人だったら誰でもいい、そういう定義なんですね。この定義もちょっとどうかと思いますけれども、今回はそれを、こちら側の私側の武器としまして、この自治基本条例で基づく、国分寺市市民の定義を武器と変えまして、大々的に署名を求めております。どうかご協力の方よろしくお願いいたします。おはようございます、いってらっしゃいませ。こちら日本第一と、朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。今日はこの場所を借りて、私国分寺市在住党員の大木が朝のご挨拶をさせていただいております。皆様どうぞいってらっしゃいませ。おはようございます。ぜひ、この日本第一党、昨年生まれたばかりの政党、まだまだ知名度もないですけれども、党名だけでも覚えていっていただき、もう本当にね、ご自宅で暇な時だけで構いません。何にもする時だけで、することがない時だけでも構わないんで、お手持ちのスマホやパソコンで日本第一党、このワードで検索してみてください。 YouTube や動画サイトで日本第一党、このワードで検索してみてください。さまざまな弁士の訴え、さまざまな、今まで1年以上経ちましたけれども活動、いろいろ動画で残っております。それはすべて、党員の有志無償の、活動になります。みんな日本が好きで日本を良くしたい、その思いだけで活動してるんですね。別に交通費ももらっておりません、給料ももらっておりません、弁当代ももらっておりません。一人一人日本を守りたい、日本が大好きだ、自分が今まで生きていた国、そしてこれからこの国の土地で骨をうずめると、そういう国、それを守ろう、しっかり後の小山後に紡いでいこう、そういう志のみで活動している政党でございます。どうか、日本第一党という名前だけでも、覚えていただければ幸いでございます。そしてちょっと今日、時間を押してしまいました、申し訳ございません、我々日本第一党、ここの日本国内には数多の政党があります。たくさん政党あります。その中で我々しか掲げてない政策いくつもあるんですね。例えば移民政策、移民今舵取って、あ、どこだっけ、この、プラカードですね、この移民、今舵取ってる移民政策に反対します、そういう政策、だから移民受け入れに反対をする政策、それとか、最近徴用工の話題で、今もう大問題になっておりますけれども、日本に対して常にゆすりたかりを繰り返す韓国、この国とは、国交を断絶します。こういう政策、どこも掲げてないようなまっとうな政策、みんな心の底には思ってるはずなんです。だけど皆さん声に出せない、発信できない。なんで発信できないか、差別じゃないのそれって、良くないよね、そういうような世論の風潮に後ずさりしてしまって声出せなくなっている。だから我々が代弁している政策たくさんあるんです。私たちは何の利権もないんで、言いたいことを何でも言います、思っていることを何でも言います。その一つに私の目の前にある店舗、これに対しての政策があります。日本第一党の政策、3点方式によるパチンコ、これは賭博とみなし、廃止する、これの政策を掲げているのは我々日本第一党のみでございます。パチンコって賭博なの、そういうふうに考えられている方いるかもしれませんけれども、じゃあ逆に、ご質問させてください。お金突っ込んで、玉1個4円でしたっけ、それなんかを借りて、貸し出し借りて
ぐる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 玉が回ってチンチンジャラジャラやってるあの光景を、ゲームのようにゲームのような感覚で楽しいと思ってプレイしてる方何人いらっしゃいますでしょうか。一人もいないはずなんですね。パチンコをやる目的、それは社交心ですよね。つまりパチンコをやることによって儲けたい。1000円の投資を1万円にしたい。これ賭博っていうんですよ。この日本では賭博、これは厳密に規制されております。だから、JR 競馬だとか競輪、競艇、これら、宝くじもそうですね。これらのものは全て国が管理している、そういう、施設なんですね。ではパチンコはどうでしょうか。風営法には、触れております。風営法4号営業ですね。パチンコで5号営業が、ちなみにゲームセンターですね。つまりちょっとリッチなゲームセンター、そんなような扱いで野放しにされているのがこのパチンコなんですね。じゃあ、この3点方式っていうのはどういうシステムでしょうか。3点方式、これはパチンコ店で、出玉出ました。お金突っ込んで玉が出ました。その玉をカウンターに持っていく。でカウンターで例えばそのまま玉を現金化したら、それは、直接取引の、賭博会長行為違法になります。即逮捕ですね。そこから1個かませてるのが、TUC 書ありますよね。パチンコの、パチンコで交換した特殊景品を持ってって、でそれをお金に変えてくれる古物商が TUC ショップなんですけども、これも一応、ルールは決まっております。同一店舗内にあったら、一点方式になりますので、それはダメ。同一店舗内、同一建物内にはあってはいけません。そうやって決まっております。だから目の前にパチンコございますよね。このツインタワーマンションの一角にパチンコ店がなぜかあります。もう恥ずかしいことなんですけど、国分寺だけでこの駅複合施設にパチンコがあるなんて。だっその隣の、イーストビル、あちらに TUC ショップがだからあるんですね。そういう、言い逃れ、言い訳で、やってる。で、まあ話戻しまして TUC ショップに持っていく。そこでお金を払う。これは2点方式。これも実は規制されてるんですね。数年前のカジノバーの騒動なんかも、あったと思う、あったの分かる人いるかもしれない。それで監禁すると、それも賭博会場とみなされて、全部検挙されたんですよ。じゃあパチンコはどうやってるか。そこで終わりじゃないんです。そこは単なる古物商、各店舗の特殊景品のみを専門に、買い取っている謎の古物商という言い訳なんですけれども、そこが、買った、特殊景品、それをシャッフルしてどこで買ったのものなのか、1枚のカードどこの買ったものなのか分からなくなって、またパチンコ店に卸しに行く卸業者にそれを買わせるんです。パチンコ店、古物商、卸業者、この3点、これでグリン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 回して賭博じゃないぞって言ってるのがこの目の前のパチンコ店なんですよ。あと話変わりますけれども、 TUC ショップ、古物商と申し上げました。古物商っていうのは1万円以上の、買い取り、これを行う際には明確法律で決まっていることがあります。それは何か。身分証明書の提示、そして古物台帳への住所、氏名、職業、年齢の記載、これが義務付けられてるんですね、法律でです。パチンコで5万10万買った方、 TUC ショップに特殊景品持ってって、
5枚になります。じゃあ身分証明書、何か免許証ありますか、なんて、中から言われたことありますか。台帳を渡されて、ここに住所、氏名、年齢、職業、お名前書いてください、なんて言われたことありますか。会った人がいたら教えてください。ないんですよ。これは TUC ショップの言い訳としては、カード1枚が、確か3000円だかなんだかだったかな。だからこれを3000円ずつ何回かに分けて払っているから、だから古物台帳の提示、記載の必要もないし、身分証明書の提示も必要ないっていう、そういう言い訳をしてるんですね。だったらもう、どこだってそうです。質屋さんだって、どこだって、ハードオフだろうがブックオフだろうが、もうどこだってそうです。もう身分証明書の提示必要ないじゃないですか、それだったら。ですよね。そんなヘリクスが許されるんだったら、やりたい放題でもういいと思うんですよ。古物法なんてものなくしてしまえ、そう思うんですよ。違いますか。そうじゃない、そうなったら困りますよね。だから法に基づき、みんなやってるんだから従えと言ってるだけなんですね。はい、話は戻しまして、このパチンコ、あ、すいません、ちょっと時間がすごい押してるんで、ここからは、はしょって、説明させていただきます。このパチンコ3点方式、これは誰がどう見てもおかしな言い訳、ヘリクスなんですよ。こんなものを認めている今の環境、これに門をかけるのが日本第一党でございます。パチンコには実は隠れたところで様々な利権が転がっております。知りたい方、分からなかった方はぜひパチンコ議連というワード、これで、検索してみてください。毎度おなじみの面々、パチンコ店、パチンコ業界に、利権をむさぼる、お金をむさぼっている議員様ご一行の名前がずらーっと出てきます。自民党ばっかりですよ。まあ他の政党もいますけれども、要は最大権力を持つ議員の先生たちの、後支えがあるから、ずっとこうやって野放しになってるんですね。そしてこのパチンコの問題、それだけではないんです。法に、違法だからやめろ、それだけではないんですね。人道的な問題もあります。何かギャンブル依存症の問題ですね。この話、この名前聞いたことある方多いと思います。よくよく話題になりますからね、ギャンブル依存症。特にIR4 が先日、話題になりましたけれども、そのカジノ、それでも非常にこのギャンブル依存症の問題ありましたよね。実はこのギャンブル依存症っていうのは世界的にも認められた、国際的に認められた精神疾患、病なんですね。パチンコで勝った時のこの社交心、これがどうしても忘れられない。小銭を持った時にどうしても足を運んでしまう、そういうような病気なんです。このギャンブル依存症の、対策、治療法は割と、単純なんですけれども、そのギャンブル施設から遠ざける、もうだから物理的に行けないようにしてしまう、それが最もな、効果のある、治療法なんですね。だからこそ、米国ラスベガスだとかマカオだとかは住宅街からずっと離れてるところに最初からありますよね。それがこのギャンブル依存症、これの病気との戦い、この対策なんですけれども、さて、じゃあこのパチンコ店、じゃあパチンコ依存症と、言い換えましょうか。パチンコ依存症になってしまった、患者さん、これをどうやって救済しましょうか。この、先ほど言ったカジノなんかのロジックの真反対にしなければいけないんですね。パチンコっていうのは常にもう国民なんかそこにありますからね。住宅街、一番便利なところ、商店街、お店、他のお店とかがあるところ、人が集まるところに堂々とゲームセンターずらしてこうやって営業してるわけなんですよ。つまり
いや、パチンコ依存症の方を使用するためには便利なところからその人を隔離しなければいけない、山奥に連れて行かなければいけない、このひどいひどい人権を無視した対処になってしまう、どう思いますか。そしてこのパチンコ依存症、ギャンブル依存症になった方、年間3000人です。毎年です、毎年3000人ほどの方がその儚い命を落としております。別に殺されてるわけではないですよ、自分の命を絶ってる、つまり自殺されてるんですね。その日本国内ではその多くの原因がギャンブル依存症にかかっている方、多くの原因がこのパチンコにあるっていう言われております。もしそれが嘘だと思うんであれば、ぜひ今度、嫌かもしれませんけどパチンコ店の中に入ってみてください。そしてトイレを借りてみてください。パチンコ店の中のトイレを借りてみてください。そのトイレにはどういうポスターが貼られているかを自分の目で確かめてみてください。まるで富士の樹海の入り口、悩んだら一人で考えすぎずに相談してくださいね、そういうようなポスターがパチンコ店のトイレの中にはあるんですね。どうかこの事実を皆さん一人一人がアンテナを伸ばして知ってください。いかに危険なものなのか。そしてですね、まだまだあります。この東京都にも青少年保護育成条例あります。ギャンブル場、これを18歳未満の青少年に見せていいんでしょうか。今もう、波が過ぎましたけれども、ちょっと前まで先ほどここ早稲田の学生さんたくさん通ってましたよね。初等科の、ちっちゃな可愛い子もいっぱい通ってましたよ。真横にギャンブル施設があるにもかかわらずです。当然ですよね、駅の中にあるんだったら通らざるを得ないですから、ちょっともっとずっとぐるっと回っていけって子供たちに言うんですか。そんなことはひどいことですよね。ここ通った方がいいんですか。こんなところにギャンブル場がある、これが青少年にとっていかに悪影響なのか、もうおのずとわかると思うんですよ。ただこれはですね、市で自治体で変えられます。この動きはこれは可能なんですね。パチンコを全店閉鎖する、この日本第一党の政策、これは議席数がなければ審議しなければならない、そういう大きな大きな問題、話題、大きな目標なんですけれども、このパチンコ店の営業時間、そして営業形態、青少年保護育成条例にのっとった子どもたちを守るために協力しなさい、これは市でできることです。だったらやりましょう。国分寺市は過去にもパチンコと戦った唯一の自治体ですよ。大敗しましたけどね、パチンコ店に。国分寺市で、和解金、もう多額の和解金をパチンコ店にがめられました。ですがそうやって戦った自治体、国分寺は戦ったことがある自治体なんだってことを皆さん一人一人が、もう一度自分で調べて思い起こしてください。駅複合施設の中に青少年、子どもたちが通るすぐ駅の中にこんなパチンコ店があるなんてことは絶対に許容しちゃいけない、断固としてです。これを訴えてまいります。すいません、ちょっと15分ぐらい、時間オーバーしてしまいました。今日はこの辺で、マイクを置かせていただきます。これからもこの、パチンコ問題、声を落とさず、こうやってパチンコ店の目の前に立っても、訴えてまいります。ぜひ皆様もこの国分寺からスタートしましょう。パチンコ、違法ギャンブルのパチンコにお金を突っ込み、あ、今日は5万負けちまったよ、参ったなーなんて言ってる友達、知り合い、ご家族がいたら、お前もうバカじゃないの、もうやめろよパチンコっていう風に叱咤激励していただけませんか。このパチンコからパチンコ店が唯一です。この今パチンコ店が恐れているものは我々なんですね。一般人、我々のパチンコ離れが
実際今加速しております。それはそうですよね。もう今便利なもの、暇つぶすものはたくさんあります。あ、スマホ、歩きスマホ危ないですよ、暇つぶすものがいっぱいあります。だからそんな、パチンコ店なんかに行って暇をつぶす、お金を使ってまでね暇をつぶす、その必要がなくなってきてるんですね。だから年々年々パチンコ離れしております。だから、今年の頭も値段バッテンとかやりましたよね。そうやって今打ってる人間からより一層回収しよう、今まだパチンコ店にパチンコにハマってる人を養分にしようとして、もうのうと、年間20兆円も、荒稼ぎしてるのがこのパチンコ店です。これはもう皆さん一人一人がいい加減に気づいてやめるべき。そしてその気づいた方はその隣の人にその声を伝えていき、全員がもうパチンコ店に足を運ばなくなれば、私たち、政党、政治の力なんかが動かずとも、おのずとも自然消滅します。パチンコは一人一人の勇気、そして覚悟、このパチンコ発祥の地韓国ではもうすでにパチンコは規制されております。なくなってるんです。絶滅してます。日本でなぜかここまで広がってしまったパチンコ、これをしっかり真剣に考えて、これを未来の子や孫たちにこのまま残していいのかどうか、我々大人の責任、これを一人一人が考えていただき、この声を広げていただければありがたいと思います。日本第一と、私国分寺市在住党員大木の朝のご挨拶でした。皆様、今日は晴天です、気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございました。はい、すごい空になっちゃってるごめんなさい、ちょっと途中で気づいて直そうと思ったんですけど、よいしょ、あら、はい、お疲れ様でした。すみません、ちょっとなんか当時のこの当時のポスターが風、いつもこうやってここにくっつけて、やこういう形でやってるんですけど、これが風ですごい揺れて、スマホを接触して上ずっと向いちゃってたみたいで、顔映んなくて申し訳ございませんでした。音声で、ラジオ放送ということで ご勘弁ください。はい、今日はパチンコ店に関しての、もうこの場所に立つときは常にこの話題で決めてるんで、パチンコ店に関しての、お話をさせていただきました。ちょうどね、今この見えますか、8時半になるとその電飾が光るようになりましたね。だからそれも、8時から8時以降は、小学生の方がたくさん通るんで、だそういうのもいよいよパチンコも気づき始めた、ここでずっと訴えてたら、気づき始めて、それを、やり始めた形ですかね。はい、こうやって、もう本当に訴えが、頑張って今まで訴えてきたことが一つ一つ、この間の自転車の、立て看板もそうでしたけれども、本当に一つ一つが、今実を結んできてます。ただね、もうまだ子供たち通るんで、あんなところピカ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 ね、電気電飾看板が光るのはやっぱりおかしいんです。これはもう24時間閉鎖、止めさせないとダメだということで、声を訴えていこうと思います。はい、そんな形でございます。はい、では、今日はこのぐらいで、お疲れ様でした。ありがとうございました。